モンス包囲戦は大同盟戦争中の1690年3月15日から4月10日にかけて行われたスペイン領ネーデルラントのモンスの包囲。モンスの包囲は1691年のネーデルラント戦役におけるフランス軍の主な目標であり、フランス軍は一般的に戦役が始まる時期よりも早くモンスの包囲を開始、緊張な損害でそれを落とした。 包囲戦は、フランスの勝利に終わったが、海戦ではなく工場戦が主役であった、大同盟戦争では、フランスを売い14世も、アウクスブルク同盟を率いたイングランド王権、オランダ総督ウィリアム3世も、決定的な海戦に持ち込むことができなかった。包囲戦の後、ブーフレール公爵は、中立のリエージュに砲撃、一方リュクサンブール公爵は晴れを占領。 また9月の流前の戦いでは小規模ながら、ゲオルク・フリードリ・ヒホン・バルデックに勝利した。しかし戦略的にはほとんど進展がなく、1691年の戦役が終わると両軍とも投影に入った。フランス軍は1690年の戦役で大きな成功を収めた。7月、リュクサンブール港はフルールスの戦いで干渉。 同盟軍のフランス侵攻の望みを立った。海戦では、アンヌイ・ラリオン・ド・コタン・タン・提督が、ビーチーヘッドの海戦で、エイラン連合艦隊に勝利、また8月に、ニコラ・カティナが、北イタリアのスタッフ・アルダの戦いで勝利した。アウクスブルク同盟にとっての良い知らせは、ウィリアム3世が、アイルランドのボインガーの戦いで、ジェームズ2世に勝利したことだけだった。しかし、 戦場では勝っていたにもかかわらず、フランスは1690年に同盟を崩壊に追い込めなかった。1691年、フランスはイタリア北部のニースとスペイン領ネーデルラントのモンスの同時攻撃を計画した。フランスは再びネーデルラント戦役に集中する決定を下し、ルイ14世の陸軍将ルーボワ公爵は1690年よりも大規模な、 フランス軍をネーデルランドに派遣しようとした。ニースとモンスへの攻撃は戦役の最初期に計画され、セバスティアン・ルプレストルド・ボーバンの敵軍の勢力が戦場に立つ前に攻撃を仕掛けることは大変有利な情勢であるとの格言を採用した形となった。アイルランドでは1691年に入っても戦闘が継続したが、ウィリアム三世は戦況が有利でイングランド王位は 確保できたと考え、大陸へ戻った。2月5日に、デンハーグに入った、ウィリアム3世は軍を編成した。総勢22万の軍勢を確保した後、ウィリアム3世は治療に戻った。3月中旬、アウクスブルク同盟の代表に囲まれていた、ウィリアム3世のもとに、モンスが包囲されているとの知らせが届けられた。包囲の地図、ルーボアは、冬に、 包囲の準備を進め、ナミュール、フィリップビル、ディナン、ジベなどで補給を用意、残豪掘りの労働者に少なくとも2万千人を集めた。ルイ14世は、宮廷と共に、スペイン領ネーデルラントで、フランス軍と合流、3月21日に前線に到着した。防番率いる包囲軍4万6千は、中流軍約4 8八百人を有するモンスの町を包囲した。 ウィリアム三世率いる同盟軍3 8 0 0は、モンスを救援しようとしたが、リュクサンブールの監視組4 6 0 0は、同盟軍の包囲を妨害する試みを阻止した。ブーフレイル元帥は3月15日に包囲を開始、10日後に砲撃が開始された。フランス軍は、砲台2箇所からそれぞれ9砲12門で、砲撃、30日までに、砲弾7000枚と9砲弾3000枚を、 発射していた。そして、4月8日の午後5時にモンスの住民が降伏を申し込み、条件の交渉を経て2日後に中流軍がモンスを退去した。モンスの包囲は、当時戦役が始まるとされる時期よりも早い時期に終わった。ルイ14世は4月12日にベルサイユ宮殿に戻り、ウィリアム3世も自軍を各地への中流に派遣した後、デンハーグに戻った。 フランス軍は続いて1691年の戦役のために5つの大軍を編成、それぞれフランドル、モーゼル川、ライン川、ピエモンテ、ルシオンの戦役に投入した。そのうち、最も大規模な軍勢はリュクサンブール公爵率いる、不評49個大隊と、騎兵140個大隊で、フランドルに向かったが、モンス包囲戦の後は両軍とも動きが少なかった。 リュクサンブール公爵は5月末にハレを占領。一方、ブーフレールは6月初に中立のリエージを砲撃したが、いずれも戦況に影響を与えなかった。戦争の専門家で、ルイ14世の軍事における助言者であったシャムレー。公爵はこれらの勝利の後には海戦で、同盟軍を撃滅して戦争を終わらせるべきだと主張。一方、ルーボアは、 ブルッセルへの砲撃で戦争を終わらせると主張したが、リュクサンブールとボーバンは反対した。一方、ウィリアム3世は6月2日にアンデルレヒトに到着、同盟軍63個不評大隊と180個、騎兵大隊、計5万6000人の指揮を取った。リュクサンブールは巧妙な行軍で、ウィリアム3世によるディナンの包囲を阻止したが、その後の行軍は、 効果があまりなかった。ウィリアム3世が指揮を、ゲオルク・フリードリ・ヒホンバルデックに任せた後、リュクサンブールの騎兵は9月18日のリューゼの戦いで同盟軍の一部を敗走させ、その後は両軍とも投影に入った。ありがとうございます。